はいなまえー、このビデオは、えー、第3週の最後のビデオになりますね。はい、であの皆さんが実際にこの、えー、ロールプレイテストをあの作る前にロールプレイテストの例を見たい、どういうのがありますか、いいロールプレイのテストはありますかというふうにそういう質問をよく聞くことがあります。 でその場合は、えー、この国際交流機器がですね、えー、ロールプレイテストというのをもう作って、えー、インターネットで見ることができますから、そこを、えーあのー、それをね、ダウンロードしてみてください。はいえー、こちらの公式サイトになりますけど、えー、このビットリースラッシュ 32w7uu、えー、これで開くことができますね。はいえー、とそれから、あのね、 えっとね、このテスロールプレイテストのことをもう少し詳し,い、えー、詳しく知りたい人はです、ね、日本語教育通信の記事、えー、ここから開くことができます、ビットリースラッシュ 318GLQF ですね。はいえー、でこの、ねえー、ロールプレイテストというのはどういうものかというと、えーもうまあ、本当にロールプレイのテストなんですけどね、えー、15分でできるんです、十五分であの、ね。すごく分かりやすいマニュアルがあります。 なのでこのマニュアルを読んだらもう誰でもテスターになることができますね、はいえー、とこのレベルはですねあの最近まで A1 から B2 までだったんですけど、まあ、最近この C1 もできたので今では A1 から C1 まで判定することができます実際にねロールカードとかもこれをここをダウンロードすると見ることができますのでぜひご覧ください はいでね、来週までの課題は、えー、と評価を作るということです。でえー、皆さんがです、ね、もう先週までにこの CDS のリストっていうのを、まあ、少なくとも10個ぐらいは作ったと思います、まあ、それが先週の宿題でしたからねでこの中から1つだけ選んでその評価方法を、えー、ロールプレイか実演か成果物の中から選んでください。 それでロールプレイの場合はこのロールカードですねそのあなたはこういう役ですこういうロールですって書いてあるものそれと用意するものと評価ポイントを書いてくださいで、まあ、想定する会話の例もあったらもっといいですね、はいでえー、と実演とか成果物の場合は何ができれば評価するかこれを具体的に書いてほしいと思います はいえー、参考文献としては、まあ、これ僕のブログですけどね、ここにテストファーストによるコースデザインというのが書いてあります。これはまあ今でいうバックワードデザインと同じことですね。はい、でも IT 産業あの、IT エンジニアの人たちは同じことをテストファーストというふうに言ったりしていますね。えー、それからバックワードデザインに基づく日本語指導、カリキュラムとクラス活動という、こういうその、えー、カリフォルニア州立大学ロングビーチ校の 片岡先生のプレゼンンテーションがあります、まあ、この辺日本語なのでね、なんか英語で読みたい人は、このバックワードデザインデフィニションというね、こういう資料もありますので、こちらを読んでください。はい、えー、とそれでは Google Meet でお会いしましょう。それからね、あの今回の、えー、このスライドは、えー、もう一回言いますけど、このビットリースラッシュ 3HSMARC、この,あのリンクから、えー このスライドを全部あの見ることができますね。なので、いろんなリンクがありますけど、このえー、つまりこのスライドからのリンク、すべて、えーこ,こ,あのえー、この,あの短い URL を、えー、ブラウザーのアドレスバーに入れたらここ、えー、このスライドからのリンクを全部開くことができますね。はいえー、それでは第3週の、えー、ビデオはここまでになります。フィルミレンゲー